ロジルーラー収まって10頭ゲートイン完了スタートしましたと9番ガイアメンテが煽って後方から6番ウールデュボヌールも後方ポント4番セットアップが出ましたゴールの前で先頭に立ちます追って8番パワーホールが2番手抑えながら7番ギャンブルルーム差がなく並んで3番マーゴット・ソラーレ内2番開口1番グランルーチェ1段で1コーナーを回っていきますガイアメンテは最後方です まず先手は4番のセットアップリードを2馬身取って2コーナーに差し掛かります8番パワーホール2番手から3番手3頭でうち1番グランルーチェ外は7番ギャンブルルームこの2頭の間3番マーゴット・ソラーレ2コーナーから向こう上面に差し掛かります前から 6投目、内5番トレーミニョン、並んで10番のロジルーラーです、2番北海道競馬の開港が後方から3投目、6番ウール・デュボヌールが後方2投目、最後方9番ガイアメンテ、今ポジションを上げていきました、残り 1000m ーーを切って向こう上面、中ほど先頭からおしまいまでは8馬身から9馬身です。 3コーナーを目指します4番セットアップが先頭リードが2馬身半3馬身広がりました 1000m1 分2秒1と計測されて3コーナーに入ります2番手は8番パワーホール3番マーゴット・ソダーレ3番手7番のギャンブルルームが現在4番手から3番手に並んでいって直後9番のガイアメンテです 4番手の外先頭までは5馬身の圏内34コーナー中間から4コーナーその後は少し離れて5番トレミニョン以下4コーナーカーブ残り400を切りました4番セットアップ先頭リードが3馬身と広がりました2番手はパワーホールガイアメンテギャンブルルームで直線コースに向かいました4番セットアップが先頭まだ4馬身リードがある残り200を切った2番手は単独8番パワーホール3番手はギャンブルルーム9番ガイアメンテは3番手争い伸びはどうか間から3番マーゴットソダーレ100を切って4 セットアップは4馬身リード4番セットアップ逃げ切ってゴール2着8番パワーホール3着7番ギャンブルルームその後3番マーゴット・ソラーレ5番トレミニョンが並んで入って9番ガイアメンテはその後ろでした